では、第5次福岡市子ども総合計画の策定につきまして、福岡市子ども子育て審議会の松浦委員長より答申をお願いいたします。はい、子ども子育て審議会の委員長を務めております福岡県立大学の松浦委員長でございます。本日は平成31年2月に諮問いただきました第5次福岡市子ども総合計画について答申書をお持ちしました。1年間にわたり計9回の会議を開き、さまざまな視点から審議を行ってまいりましたので、ぜひ子ども政策の総合的な推進に向けた計画策定の参考としていただければ幸いです。それでは、答申書をお渡しください。なお写真撮影のためお渡しの後、正面を向いていただきご静止をお願いいたします。松浦委員長より、はい、審議会の審議につきまして少しお話をいただければと思います。はい、答申に向けた審議におきましては、さまざまな状況で置かれた全ての子どもたちに切れ目なく支援が届くことが大切であるという視点から、各年齢分野ごとの政策について3つの専門委員会に分かれて審議いたしました。審議は幅広い分野に及びましたが、産前産後の支援の充実や障害児保育等の推進、児童虐待の防止に向けた支援体制やサービス充実、社会生活上の困難を有する若者や家族への支援など、妊娠期から青年期まで子どもや家族がライフステージごとに直面するさまざまな課題に関する政策について答申で触れさせていただきました。ぜひ第5次計画のもと、すべての子どもが夢を抱ける福岡市を目指して切れ目のない支援に取り組んでいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。副市長から、はい、1年間にわたり熱心にご審議いただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう第5次の子ども総合計画になりましたけれども、実は私も第1次の時に初代の子ども未来局長でしたので、はい、この全ての子どもが夢を描ける街というのが、まあ、当時作りましたキャッチでございますけど、ああそうですか。まあ、子どもに関する思いも、はい、かなり強いものがあります。まあ、そういう中で時代が大きく変わってきている中でですね、まあ、こういう子どもたち、それから取り巻く親の方々への支援の在り方というのも変わってきておりますし、今回本当に熱心にご審議いただきました切れ目ないこうステージの応じた支援、それと、まあ、今まで少し手薄になっていた障害児医療的ケア の, 視点ですね、そういうところも踏まえまして、今後しっかりと子どもが夢を描かれるまちづくりができるよう私ども頑張ってまいりたいと思いますので、答申本当にありがとうございました。よろしくお願いいたします。第5次福岡市子ども総合計画の策定に向けてしっかりと。以上をもちまして、第5次福岡市子ども総合計画の策定についての答申を終わります。皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。